絶望。どんな髪型になるんだろう。ちょっと一回帰って顔変えに行こう。これ似顔絵チャンネル。こんなのあったんだ。どういう顔だっけ俺って。目が確かこれで、口がこれなんだよ。でなんかいつもと違うな。こんな感じなかったっけ、ドコムスのミーって。これで背高めにして、ニックネームドコムス、これか。めちゃくちゃ腕つりそう。すげえ変な体勢でやってんだよね今。せっかくだから保つも作ろっかな。保つだったらすぐ作れるっしょ。もう保つじゃん。もう保つできてきてる。なんか違うんだけど。誰だこいつ。眉毛は垂れてなかったっけ。いや目はこれだよね。あーだいぶ寄ってきた。多分ねこれが限界なんじゃないかな。あともう俺のこのカマキリフォルムが限界だわ。三村さんじゃん。せっかくだからベアードも作ってから行こう。あもうできてきたぞ。なんかでも違うよねいつもと。これか。なんか全体的に可愛くなっちゃうな。なんでだろう。なんか今日作ったやつ全部ちょっと可愛いな。ちょっと整形しに来ました。どの顔にしよっかな。今日3種類あるからね顔が。どれにしよっかな。まあ一回ちょっとドコムスで行ってみてその後考えよう。しかも全自動なんだ。おすげえ。これさ普通に厚盛にも欲しくないこの機能。いやむしろ自分みたいなんだけど。これめっちゃいいじゃんこの機能。なんかなんだろう、自分っぽい顔にした結果服めっちゃダセ。服ダセ。あーラムネダウン。かわいい。顔面白い。自分いるの面白いこれ。ちょっと、これめっちゃいい。ちなみにマイデザインのとこで自由に交換できるみたいなこと書いてあったけど、どうやってやるんだろう。これか？あ、へえ。すげえ。超いいじゃん。ちょっと服買いたくなってきたな、これ。一回帰りましょうか。よう、兄ちゃん。お前、俺が誰だかわかるのか？この人もしかして、すげえ心をちゃんと見てくれる人なのかもしんない。なんか運転手の評価が上がった。あ、ほんとだ、カッペの船のフィギュアある。かわいいね、あれ。自分のフィギュア飾んなよ。お前さ、カエルって見たことある？あいつ、よく見ると、いろいろかっこいいの持ってんだよな。どの部分？ベロとか？カエル探すの？カエルってどこにいんの？池とかってこと？カール連れて行こう。それありなのかな？ちょ、カール連れてっか。あれ？お前、本当に死ぬんか？何？一回じゃ治んないの？この時代って。
毎日あげないといけないの。さすがにかわいそうだから、助けてあげて、その後連れていこう。カエルだよって。直してあげてから連れていこう。じゃあ、お薬まとめ買いしていきますかね。これもありかな。これどう思う？これありかな。1200か。あ、悩むわ。ちょっと一回カール直らなかったら考えよう。検討します。さすがに2日ぐらい経ったら治るでしょ。しかも中1日空いてるしな。ちょっとそろそろ決め台詞言わしてくれ。生きてよ。そんなこと言うな。お薬だよ。飲め。これを飲め。センズだ。あ、間違えた。カールいや、ダメだ。あ、もう終わりだ、カール。あ、もうカールダメかもしれん。じゃあな。今日全然決め台詞言わしてくんないじゃん、このゲーム。じゃあカエル捕まえに行こっかな。あ、池で釣れる。釣るのか。俺今下戸って言わなかった？俺カエルの声するよね。これカエルってこと？うらっ！お、来た！あー、すげえリアル。リアル。リアルガエル。はい、カールだよ。おー、500ベル！嬉しい！やった甲斐があった。マモルくんって、カエル食べるのかな？じゃあ顔変えていきますかね。白紙って意味。おお、そんな風に落ちるんだ。すげえ、ルパンもびっくり。いや、ちょっと、保つ選手にな、保つじゃねえな。ベアードの方が面白そうだから、ベアードになってみよう。あああ絶望。今までの美容院帰りの中で一番絶望してるわ。これサムネだな、これ。これサムネにしよっかな。この動画。ああ、これで3000取られちゃうんだ。これが、僕？新しい異世界転生もの。テレテテレテテンじゃないのよ。いつもと違う広場に見えら。なんかいつもは歩き回ってる住民たちが立ち止まって見てくんだけど。何？そんなに変わった？僕そんなに変わってますか？僕そんなにおかしいですかね？目そらさないでください。僕そんなにおかしいですか？ねえ、無視しないでよ。ねえ、なんか言ってよ。おじもり。じゃあ帰ろうかな。この状態、みんなびっくりするやろな、この状態で帰ってきたら。スマップ木村にこのおじさん帰ってくんね。だってそれでもカッペイならいつも通り接してくれるはずだよ。う、兄ちゃん、どうだ、今日の街は。やっぱりこの人なら分かってくれるんだ。なんだろう、二等身なのがめっちゃおもろいな。なんか二等身なのめっちゃいいな、これ。あ、これベアード来てほしい。ベアードいるかな、町盛りって。走ってるだけで面白い。この顔、走ってるだけで楽しい。すげえ。
違う村に見えてくる。なんでこんな楽しいんだろう。ちょっとこの顔で釣りしてみよう。あ、町盛りベアードいないんだ。じゃあ俺が本物のベアードだね。こっち見んな。この身大好きなんだよな俺。セルバンデスわかる俺って。わあ、みんなやっぱ心と心で通じ合っているんだ。スタイガーの体まだ探しとるんかい。あ、これ、あ、すげえ、この頃って日付変わってもまだ探し続けるんだ。めちゃくちゃめり込んでるな。誰が釣りバカにしよう。ありがとう。じゃあ演奏するから。あ、曲選べねえんだこの時。じゃあ座りますかね。ケケのエチュード。いい曲だ。カメラワークやめろ。やめろ。いや、違う角度から映すな。トタケケ見に来てんの、こっちは。トタケケ映して。あ、そうそうそう、この角度よ。え、めっちゃいい曲。あ、マスターおかわりないですね。長えな、マスターのカットが。上から映さないでよ。ずるいよ、弱点攻めてくんの。なんで上から映すかね。こっち見んな。トタケケ見てないじゃん。こっち見るなよ。ニンテンドー。いやー、ちょっといい曲でしたわ。マスター、語り合いませんか。コーヒーでも飲みながら。なんでこんな面白いんだろう。体型が子供だからかな。あ、リクエストできる。え、なんかさ、激しいやつでさ、いいやつない。イケライダー。イケライダー好きなんだよな。どういうゲームのエンドロールなんこれ。この主人公なかなかいないぞ、日本のゲームで。いや、でもアコースティックバージョンのケケライダーいいんだよね。でけでけでてんてってうで、でけでけでてんてってうで、うん、てってってうで、てん。素晴らしい曲ですわ。ケケライダー。ケと書いてケケライダー。やめろ。なんで俺ケケライダー好きかっていうと、今んとこのカメラワークが好きなんだよね。割ってくんのがいいんだよな。ニンテンドー。ナオミ、ウォミ。
Omi, Omi, Wait, Wait. And then, let then, then, then. あ、そう、口笛かい。そこ好きなのに。誰がケケスカスカや。やめろ。